叫べ直樹ジャンファイト、ヒーロー登場ジャンボゲス、俺の名前は人呼んで風間の一平、当てどもないさすらい人よ。さあ行くか。こうしてマシーンを飛ばしたくなったのは大利根航空の噂を聞いたからだ。大利根航空に俺よりもセスナの操縦のうまいやつがいると聞いちゃ、飛行機野郎の俺が挑戦したくなるのも当たり前ってことよ。あれが噂のジャン・セスナか。大したことねえじゃねえか。おい若いの、一体そんなところで何をやってるんだ。お見かけ通りの旅の者、この大利根航空の社長に用事があって来たんだが、社長は今いるかい。俺がその社長だが。親分さんで、こらえれ失礼を。手前風間の一平と申すケチな野郎でござんす。そんな芝居じみたまなよしてくれ。え？で、要は一体何だ。親分、俺をこの大利根航空で雇ってくれねえかな。急にそんなこと言われたって、我が社では採用の予定はしてないんだ。親分さん、悪いことは言わねえよ。きっと俺を雇ってよかったと思うようになるぜ。で一体何ができるんだ。さすが親分、話が早いや。俺はセスナのライセンスを持ってるんだ。セスナの操縦だったら日本全国誰にも引けを取らない自信があるぜ。ちょっと待った。なんだてめえは。俺はこの大利根航空のパイロットさ。君よりもセスナ扱いになれたな。はあ、俺よりもな。あ、そうだ。とにかくだな、あのセスナを他人に操縦させるわけにはいかん。あれは俺の命より大切なものだ。命よりもな。そういうわけだ。若いの、諦めるんだな。おやじさん、俺約束なんで今日はこれで。相手は野村君だな。冗談じゃないですよ。誰があんナンパ娘と。まあいいさ、気をつけてな。あら、あのブタ野郎、こうなら意地でもあのセスナに乗ってみせるぜ。命よりも大事なセスナだったら乗りたくなるのが人情って問題。まだ来ないの。そうなのよ、直樹さんたらいつも遅刻ばかりなんだから嫌になっちゃうわ。せっかく映画の切符手に入れたっていうのにまた無駄になっちゃった。もう来るわよ。さてどうかね。一人二人恋の相手は欲しいのか。達也くん、こらうえーい。でもセスナに振られた振られた。うえーい。まあ、お待たせ。変なやつ引っかかっちまってね。ごめんごめん。姉さん、これ。あら、綺麗ね。どうもありがとう。ひー、今日こそジャンボウェイズをやっつけてやるぞ。二度と我々の邪魔をさせてなるものか。キング神社、町に出よう。焼け、焼き尽くせ、ジャンボーグエースを誘い出すのだ。
えらいこっちゃ。待ってろ。もしもし、直樹ですが。え、社長、何ですってもう一度言ってください。そいつは大変だ。すぐ行きます。映画おじゃんだ。大殿航空の近くに怪獣が出たんだ。早く行かないと俺のちゃんがぼっかされちまうぞ。じゃあな。相談だが、俺を正式に雇ってくれれば、あの飛行機は助けてやってもいいぜ。君をパイロットに。ああ。あのうちには直樹というパイロットがいるんだよ。そんなこと言ってる場合かよ。せつな、お前やつか俺を雇うか。さささささ、男だ一言。ワブ。ファイティングスター、発進。怪獣の進路は坂野さんの飛行場に向かってるぞ。我がパッドチームの名誉にかけてもあの怪獣を倒すんだ。隊長、任せてください。今日は刀が怪獣一匹、僕一人で十分です。どうやら熊さんも冬眠から覚めたらしいな。よし、行くぞ。パッドチームが来たぞ。隊長、頼むぞ。頑張ってくれ。セミで勝負だ。待て、危ない。待て、やめろ。おやじさん、俺はジャンの敵を撃ってくるぜ。直樹、なんてこと言うんだ。爆発するぞ。そんなのガソリンで待ったんだ。おやじさん、危ないからどいてくれ。直樹、なんてこと。おやじさん、ジャンは俺の命だ。そいつをぼっかしてやつを許すわけにはいかねえんだ。バカ野郎。
なんて無茶なこと。クマさん、止めて。邪魔な青木、離れろ。あんな若造にやられるとは。キング神社ひとまず退却だ。神社帰れ。やったぞ。ジャンの敵撃ったぞ。ざまみろってんだ。チキショウ。おやじ、もう戻ってこない。許してくれ、ジャン。まさか、そんなはずはない。とこんなもんだ。それじゃあ約束通り今日から俺をこのパイロットにしてくれるんだね。なんだって。ワイさん、どういうことなんです。何を約束したんです。どうもこうもね、命よりも大切な飛行機を助けられない奴の出る幕じゃねえ。このセスナが燃えていたらな、オートネ航空は破産したも同じだったんだ。セスナを救えば俺をパイロットにしてくれって約束したんだね。え、親分。おじさん、こいつの言う通りなんですか。ん、うん、直樹、すまん。おじさん、体を張って生きていかなくちゃならねえのが一匹狼の連れとこよ。直樹君ってやら、命よりも大切なものを持ってるんだったらもっと大切にすべきじゃねえのか。親分、男と男の約束だ。守ってもらうぜ。俺も男だ。一度約束したことは守る。一雨来るぜ。
親父さん、なんてことしてくれたんだ。俺にはジャンがなくちゃ。すまん、青木。お前がもっと早く帰ってくれ、こんなことはならなかったんだ。分かってくれ、青木。俺だって、つれんだよ。坂野さんはその男と直樹さんとどっちが大切だと思ってるのかしら。いいんだよ、もう。わきまったことなんだから。そうはいかないわ。あのセスナは俺の命だって、いつも言ってたじゃないの。いいんだと。こんなこといちいち親さんに言うか。俺はもう決めたんだ。決めた？何を決めたの？何を決めたのよ、直樹さん。やるぞ。ああ。親分、こんな早くから仕事ですか？バカボン、今何時だと思ってるんだ。あれを見ろ、直樹はああやって朝早くから働いてるんだ。直樹はどうしてもジャンのそばを離れたくないと言ってんだ。地上勤務でもいいから使ってくれと。よく見ろ、あれが男というもんだ。あの野郎、当てつけがましいことしやがって。おおおお、行け、キングジンジャーよ。今度こそジャンボーグエースを誘い出すのだ。そして奴の弱点を見つけろ。あいつのために変な野郎がジャンに乗ることになっちまったんだ。今度は叩きのめしてやる。待て、パイロットは俺じゃないか。うるせえ。元の航空のパイロットは貴様かもしれんが、このジャンのパイロットは俺だ。朝っぱらから当てつかましいことしやがって、それに決まったことを抜かしやがって。ジャンは俺の命だ。貴様などに断じて操縦はさせん。なんだと、偉そうに。バカボン、喧嘩をしてる場合か。早くジャンを避難させろ。マム、この野郎が。悪く思うなよ。ジャンボーグエースの目の中で操縦しているんだ。もうダメだ。ジャンボーグエースがまんまと誘いに乗ってきたぞ。
行けキング神社、ジャンボーグエースをやっつけろ。立花直樹です。次回はね、僕のジャンがめちゃめちゃに壊されちゃうんだ。一平君も大怪我をするし、フライトキングがもっと強くなって出てくるぞ。ジャンボーグエースは大ピンチ。面白いぞ、きっと見てね。